それではここで芦屋出身の音楽隊の紹介をしたいなと思います。音楽隊には2名ほど芦屋出身の隊がいます。紹介しましょう。クラリネットから安田一奏、そして小坂三奏です。皆拍手お願いいたします。ご家族の方っていらっしゃるんですかね。いらっしゃいましたらぜひ、あらなら、小坂さんのご家族でしょうか。ありがとうございます。娘さん頑張っていらっしゃいますよ。京一郎さんのご家族はいらっしゃいますか。あ、いました、いました。京一郎も頑張っています。地元の、同級生、同級生だ。そうですね、頑張っています。地元で演奏するというのはやはり音楽隊員としてはやはり嬉しいことであります。本人たちもとても喜んでいるのではないでしょうか。さて、続いての曲に参りたいと思いますよ。運動会の入場行進と様々な機会によく耳にする曲、総統の和紙の旗のもとにもお聴きいただきたいと思います。本来この曲は行進曲として作曲されていますが、今回はテーマパークなどで流れていそうな楽しみなスタイルにアレンジされたものをご用意いたしました。それでは総統の和紙の旗のもとにです。どうぞ。
テット草薙三奏、テナーサックス勝川三奏、トロンボーン原田三奏、そしてハロウィン仕様でしたね、スーザフォンは竹島二奏でした。大きな拍手お願いいたします。一番仮装して可愛いのはやっぱり私ですよね。可愛いウサギちゃんでした。さて、相当のわしの旗のもとにお送りいたしました。さて、ここで私たち音楽隊について少し説明させていただきたいと思います。航空自衛隊には全国に5つの音楽隊があります。北から青森県三沢基地に北部航空音楽隊、東京都立川分屯基地に航空中央音楽隊、静岡県浜松基地に中部航空音楽隊、そして私たち福岡県春日基地に西部航空音楽隊、そして5つ目ですね、沖縄県那覇基地に南西航空音楽隊、この5つの音楽隊があります。航空自衛隊が実施する式典やイベントへの参加、国家的行事や国際的なイベントへの支援、地方自治体や公共団体などが主催します各種行事への協力など、それぞれの地域を代表する音楽隊としてさまざまな演奏活動を続けています。私たち西部航空音楽隊は西部航空方面隊司令官の直轄部隊として編成され、航空自衛隊春日基地を本拠地を置き、九州、中国、四国地方を主な活動範囲として演奏を行っております。